英語学習の時間が始まりました。 How are you doing everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。イギリス BBC ニュースを使って私たちの英語力そして情報力をどんどん高めていきましょう。まずこのニュース字幕ありで確認してニュースの内容を捉えていきたいと思います。そして2つ目はこのニュースの原稿を使いながら出てきた単語表現そしてニュースの詳細の意味しっかり理解しながら単語力表現力そして情報力アップしていきましょう。次に3番目字幕なしで同じ BBC ニュースを見て英語のリスニングだけでしっかりと意味理解できるのか、出てきた単語表現の意味ですねしっかり日本語で覚えているのかパッとその意味が思い出せるのか記憶に残っているのかチェックしていきましょう。4つ目は日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力向上のためにお手本の今回はイギリス英語を真似して原稿を話してですね楽しく話してたくさん話して英語を話すことに慣れてスピーキング力どんどんアップしていきましょう。リスニングクイズということでこの BBC ニュースに関するクイズ一つ用意してみました。 According to this news, what ammunition is being banned by many countries?多くの国で禁止されているアミニション、弾薬ですね。弾薬は何でしょうか？この BBC ニュースによると、というのがこのクイズですね。答え、聞き取れるようにしっかり集中して見ていきましょう。このニュースから情報を得た後ですね。What kind of information did you get and what did you feel about this news? このニュースについてどんなことを感じたのか。どんな情報を得たのか自分の言葉英語で相手に伝える力アウトプットの力をですねどんどん伸ばしていくために Google 自動翻訳を使ってスピーチの練習していきましょう。実践的な自分の思いや情報を英語で相手に伝える力をどんどん伸ばしていきたいと思います。英研究家事チャンネル英語学習に使えるなちゃん、単語表現覚えれるな情報も取れるなと思ったらぜひチャンネル登録高評価シェアもよろしくでは、Let's check this BBC latest 1-minute news with subtitles at first. 字幕ありで、この1分最新ニュース見ながらニュースの内容を捉えていきましょう。Let's check this out. This is BBC News. Let's turn to our main headlines here. As Ukraine's counteroffensive faces fierce Russian resistance, reports say the US is about to send controversial cluster munitions to Kyiv, despite many countries banning the weapons. We are right on the front level, right on the front. We'll speak shortly to this journalist who was embedded on the front lines in Ukraine.Dangerous muscle-building drugs are being sold illegally in shops around the UK. That's the findings of a BBC investigation. さあどうでしょうか。一度字幕ありでですね、この BBC ニュース見てみましたけれども、ニューストピック3つありましたが、聞き取って概要をつかむことができましたでしょうか。まず1つ目はですね、ウクライナの戦争についてですけれども、アメリカがですね、クラスター爆弾、ですね、それを供給するウクライナ側に提供するのではないかというこういうレポート。そして2つ目はですねこのウクライナ戦争の最前線にジャーナリストの方がエンベル、まあ、同伴しているということですね。そして3つ目はイギリスでイリガリー不法にですね、マスビルディングドラッグス、まあ、筋肉を増強する薬が売られているということが BBC の取材で調査で分かってきたというこういう3つのニュースですね。それでは、リスニングクイズどうでしょうか。答え見つけられましたでしょうか。答えも探しながらですねそして右側の原稿を使って単語表現そしてさらに詳細のニュースの意味見ながら単語力表現力そして情報力アップですねインプットしていきましょう。This is BBC News. Let's turn to our main headlines here. ということで、ここはいいですよね。BBC News です。ということで、早速ヘッドライン見ていきましょう。ということで、まず一つ目。As Ukraine's counter-offensive faces fierce Russian resistance, report says the US is about to send controversial cluster ammunition to Kyiv, despite many countries banning the weapons. ということで、As 何々の中ということで、Ukraine's counter-offensive faces fierce Russian resistance.ウクライナのカウンターオフェンシブ、反撃がフェイスというのを直面するですね。フィアースというのは厳しい、激しい。ロシアのレジスタンス、抵抗に直面する中ですね、アジ。レポート says that、この報告によると、the US、アメリカが is about to というのはもう今にも何々するということですね。何々することになるということで、
is about to send controversial cluster munitions to Kyiv ということで、キーウはウクライナの首都ですね。キーウに対して controversial、まあ、議論が巻き起こるクラスターミニションズ、クラスター弾薬をウクライナに提供するというレポートが入ってきているということですね。Despite 何々に関わらず、many countries banning the weapons。多くの国はこの、そのウェポン、武器をバン、禁止しているということで、この部分に、the answer for listening questions ありましたよね。According to this news, what ammunition is being banned by many countries? 多くの国で禁止されている ammunition、弾薬は何ですかということで、ここで分かりましたね。Cluster ammunition ですね。Cluster 爆弾ですね。まあ一般市民も多数傷つけるので使ってはいけない。まあ戦争そのもの自体がですね、ダメですけども、この Cluster ammunition、Cluster 爆弾というのは多くの国で banning、禁止をされているということで、the answer for this listening quiz is Cluster ammunition でした。では、ここ覚えておきたい単語表現ですけども、カウンターオフェンシブというのは反撃という意味ですね。そして、フェイス。これ、顔という名詞ではなくて、直面するという動詞ですね。Ukrainians counter offensive faces。ウクライナ側の反撃が直面しているということで、その後に目的語が来て何に直面しているか。fierce。激しいロシアンレジスタンス。激しいロシア側のレジスタンス、抵抗ですね。抵抗に直面しているということですね。be about to 今にも何々する。もうすぐ言ってる間にするということですね。the US is about to send 何々をもうすぐ送るだろうということですね。is about to そして controversial というのは議論の巻き起こるということですね。cluster munitions クラスター爆弾ですね。そして次、despite 何々にもかかわらずですね。ここでは despite many countries banning the weapons その武器を多くの国が banning 禁止しているにもかかわらずアメリカはウクライナにクラスター爆弾を be about to send もうすぐに送るというレポートだということですね。これが一つ目のニュースでした。では二つ目見ていきましょう。 The we are right on the front, left, right, everywhereまあ、これはですね、戦場の最前線にいているレポーターが、まあ、つぶやいていたというかですね、言っていた言葉ですけども、Who speaks shortly to this journalist who was embedded on the front lines in Ukraine? ということで、この embed というのはですね、どういう意味かというと、embed、これですね。embed。埋め込むと動詞で出てますけれども、この英文の解説のところですね。Attach journalist to a military unit during a conflict. まあ紛争が起こっているときに、military unit、軍に同行するジャーナリストのことを embed というわけですね。例文として、The CNN correspondent is now embedded with the US Navy, aboarded the USS, blah, 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 ということで、まあ、戦場カメラマン、戦場報道家みたいな感じですね。ウクライナのフロントライン、前線に、張り付いているジャーナリスト。ということですね。ではここを覚えておきたい単語表現ですけども embed ですね。埋め込むという意味も動詞もありましたけれども、まあ、戦場部隊の最前線の中に張り付くジャーナリストのことですね。 journalist who was embedded そして front line というのは前線ですね、まあ、戦争部隊の中の最前線ですね。 front line ですね。これが2つ目のニュースでした。そして3つ目ですね。Dangerous massive building drugs are being sold illegally in shops around the UK ということで、Dangerous 危険な massive building drugs 筋肉増強剤ですね。それが UK United Kingdom イギリスのですね around、まあ、全土のショップお店で illegally 違法に売られているということですね。 That's the findings of the BBC investigation ということで、このことはですね、BBC のインベスティゲーション、BBC が調査をした、そのファインディングス、発見したことだ、BBC が発見したんだということで、筋肉増強剤がですね、違法に、UK、イギリスで売られているという、こういうニュースが3つ目でした。では、ここを覚えておきたい単語、dangerous、危険なですね、muscle building drugs、muscle、筋肉ですね、筋肉 building、増強剤ですね、muscle building drugs、そして、受け身で being sold 売られているということですね。どんな風に売られているか illegally 違法にですね。
in shops around the UK. Around the UK っていうのは、イギリス中で、一箇所だけではなくて、まあ、イギリスといっても広いですけども、いろんなところでこの、違法にですね、筋肉増強剤が売られているということですね。That's the findings of the BBC investigation. The findings っていうのは、発見したもの、見つけたことですね。Of BBC investigation. BBC の調査で、ということですね。さあ、では、このニュースに出てきた単語表現。しっかり確認して、ニュース全体の意味も確認しました。そして、リスニングクイズの答えもですね、The answer is cluster ammunitions ということで、クラスター弾薬。わかりましたので、3番目。字幕なしでもう一度この BBC ニュース見てみましょう。英語のリスニングだけでしっかりと全体の意味捉えられるのか、学習した単語表現の意味しっかり覚えているのかですね。そして、イギリス英語を聞き取ることができるのか、何度も何度も聞いて、そして英語に慣れてですね、リスニング力高めていきましょう。Let's try to understand every details, but this time without subtitles, only listening English. Let's try it. This is BBC News. Let's turn to our main headlines here. As Ukraine's counter-offensive faces fierce Russian resistance, reports say the US is about to send controversial cluster munitions to Kyiv, despite many countries banning the weapons. We are right on the front line. Right on the front. We'll speak shortly to this journalist who was embedded on the front lines in Ukraine. Dangerous muscle-building drugs are being sold illegally in shops around the UK. That's the findings of a BBC investigation. さあどうでしょうか。字幕なしでもう一度 BBC ニュース見てみましたけれども、英語だけでしっかりですね、聞き取って。全体の意味理解できましたでしょうか。学習した単語表現もしっかり、日本語の意味ですねパッと思い出せましたでしょうか。英語と一言で言ってもたくさんいろんな種類の英語がですね世界中で何十億人という人に話されています。アメリカンイングリッシュ、ブリティッシュイングリッシュに、スコティッシュイングリッシュ、インディアンイングリッシュに、コリアンイングリッシュ、ジャパニーズイングリッシュ、シンガポリアンイングリッシュとかですね、その場所場所で話されている英語、スピードやアクセントや発音、リズム違いますので、いろんな英語を聞いて、その英語に慣れてですね、関連する単語や表現もしっかり覚えて、英語力、リスニング力、単語表現力、どんどん伸ばしていきましょう。さあ、それではですね、次は4番音読練習やっていきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われがちですけれども、この海に囲まれた島国日本に住んでいると、普通はなかなか英語を話す機会がないと思います。使わない英語、話さない英語、というのはもちろん上達しませんので、家で気軽にできる音読練習を視聴者の皆さんと楽しく一緒にやりながらですね、英語を実際に話す練習をして、スピーキング力高めていきましょう。やり方はとっても単純です。この左側のお手本となる今回はイギリス英語ですね。BBC のキャスターの方の本物の英語を聞きながらですね、そしてその一つ一つの単語の発音、文章になった時の間、リズム、アクセント、そういったものを注意深くまず聞いて、その後に右側の原稿を何度も何度も話す練習ですね、実際に声に出して話す練習をやっていきたいと思います。時間の関係でこのビデオでは1回だけやりますけれども、視聴者の皆さんはですね、右側の原稿をネイティブのようにスラスラと話せるまでですね、10回でも20回でも同じ英語をお手本を真似して、お手本を聞いて、そして話す、この繰り返し練習やってみてください。間違いなく英語の発音良くなっていきますし、スピーキング、英語を話すことに慣れて、どんどんスピーキング力高まっていくと思います。では、Let's try to speak in English out loud to try to become fluent English speakers. Of course, don't forget with having fun. 楽しみながら行きましょう。This is BBC News. Let's turn to our main headlines here. As Ukraine's counter-offensive faces fierce Russian resistance, reports say the US is about to send controversial cluster munitions to Kyiv, despite many countries banning the weapons. ではこの部分、今の手本を真似して一緒に音読をやっていきましょう。This is BBC News. Let's turn to our main headlines here.As Ukraine's counter-offensive faces fierce Russian resistance, reports say the US is about to send controversial cluster munitions to Kyiv, despite many countries banning the weapons. ですね。では次の話題行ってみましょう。この部分ですね。We are right on the front line. Right on the front line.We'll speak shortly to this journalist who was embedded on the front lines in Ukraine.
ではここ行きましょう。That we are right on the front, left, right, everything. Who speaks shortly to this journalist who was embedded on the front lines in Ukraine? ですね。では次この部分行きましょう。Dangerous muscle building drugs are being sold illegally in shops around the UK. That's the findings of a BBC investigation. ではここ行きましょう。Dangerous muscle building drugs are being sold illegally in shops around the UK. That's the findings of the BBC investigation. さあどうでしょうか。視聴者の皆さんもたくさんお手本を真似して英語を口に出しましたでしょうか。話す練習しましたでしょうか。何事も練習なくして上達ありませんので、やはり英語のスピーキング力ですね、上達させたいなと思っている方は英語を話す練習とにかくどんどんするしかありませんので、その一つの方法としてですね、お手本を真似してどんどん家で声英語を声に出す練習、話す練習ですね。小さい時に国語の教科書とか日本語でですね、音読本読み、本読みしたと思いますけども、その原理ですね。たくさん英語を話して、英語を話すことに慣れて、どんどんスピーキング力アップしていきましょう。さあ、では次はですね、Let's talk about your opinion and information you got from this news by your own English ということで、自分自身の英語でスピーチをして、自分の得た情報や思いをですね、相手に伝えるスピーチ練習、Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います。これは、アウトプットの練習ですね。自分の持っている情報とか、考えをですね、英語を話すことによって相手に伝えるという練習。Google 自動翻訳を使ってやっていきましょう。今画面に映っている Google 自動翻訳、検出する言語を英語に設定して、右側の翻訳を日本語に設定します。そしてこのボタン、音声入力による翻訳というボタンを押して、英語でスピーチをするとですね、なんと話した英語すべて Google が聞き取って文字に起こしてくれます。左側には英語の文字、右側にはその翻訳が日本語で出てきますので、スピーチが終わった後、英語と日本語で自分のスピーチ、改善点見つけることができます。そしてスピーチが終わった後はこのボタンですね、音声を聞くというボタンを押すと、この左側の英語を Google がですね、音読してくれます。ですので自分のスピーチを聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、自分の発音の苦手なところとかですね、英語話している時の間とか使っている単語や文法、そして情報ですね、ニュースから得た情報をしっかりと相手に伝えられているのか、そして自分の思いなんかもですね、英語でしっかりとスピーチで相手に伝えることができているのか、英語と日本語で確認することができます。非常に実践的な英語力、この練習を繰り返すことによってどんどん伸びていくと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。それではこのボタンを押して、この BBC ニュースから得た情報をですね、英語でスピーチしてみたいと思います。では行ってみましょう。 Let's try to speak my opinion and information I got from this BBC news. First news was about related to the Ukrainian war. Even though Ukraine is doing a counter-offensive against Russia's invasion, but according to this newsUkrainian military is now facing fierce Russian resistance. And the report revealed that United States is about to provide controversial ammunition to Kyiv, Ukraine. That is a cluster ammunition which is being banned usage in many countries. So I'm fearing thatWhether it is right or wrong to provide this kind of ammunition, cluster ammunition to Ukraine from United States. Very, very difficult. But one thing I hope is to end this war, Russian invasion to Ukraine, to be ended as soon as possible, immediately. That is for sure, no doubt about it. So second news is about journalists embedded in front lineof Ukrainian war. I feel that is a very dangerous job, journalist embedded in front line. Sometimes journalist was killed on their duty. And the last news, third news was about drugs to increase muscles is being sold illegally in the UK. This
findings made by BBC on investigation. Muscle building drugs. I'm not interested in this kind of drugs, but some people is very keen to train their muscles, like extremely big muscles. So I'm not interested in that. So this is information I got from this BBC latest news. All viewers, what is your opinion and what is your take and information you got from this news? Let's express your thoughts and ideas and information you got by your own English. Let's practice speaking in English. こんな感じでですね、英語スピーチしてみました。左側にはですね、話した英語そのまま文字に起こされていて、右側にはその日本語訳ですね、表示されています。そして、このボタンですね。音声を聞くというボタンを押すと、この左側の英語、Google が音読してくれますので、自分のスピーチをそのまま聞きながらですね、右側の日本語訳と照らし合わせて、どんな内容になっているのか、伝えたいことが伝えられているのか、情報はしっかり網羅できているのか、自分の英語の発音、アクセント、リズムですね、そして単語表現、文法をしっかりと伝わっているのか、英語と日本語で確認することができます。それでは、私のオリジナルスピーチ、振り返ってみましょう。Let's review my original English speech. First, the news was about related to the Ukrainian war. Even though Ukraine is doing a counter-offense offensive against Russian invasion, but according to this news, Ukrainian military is now facing fierce Russian resistance. And the report revealed that the United States is about to provide controversial ammunitions to Kiev, Ukraine.And that these are cluster ammunitions, which is being banned usage in many countries. So I'm feeling that whether it is right or wrong to provide this kind of ammunitions, crossed ammunitions to Ukraine from United States, very, very difficult. But the one thing I hope is to end this war, Russia invasion to Ukraine, to be ended as soon as possible. Immediately. That is for sure, no doubt about it.So second news is about journalists embedded in frontline of Ukrainian war. I feel that that is a very dangerous job journalist embedded in frontline. Sometimes journalist was killed at on the duty. And the last news sad news was about drugs to increase muscles is being sold illegally in the UK. This findings made by BBC's own investigation. Muscle building drugs.I'm not interested in this kind of drugs. But some people is very keen to train their muscles, like extremely big muscles, so I'm not interested in that. So this is information I got from this BBC latest news. All viewers, what is your opinion and what is your take and information you got from this news? Let's express your thoughts and ideas and information you got by your own English.Let's practice speaking in English. こんな感じで、一度聞いてみましたけれども、聞きながらですね、右側の日本語訳と照らし合わせて、自分の発音の悪いところですね、しっかり伝わっていないところ、まあそういうところを把握することができますし、得た情報をしっかりとですね、相手に伝えられているか、自分の思い伝えられているかということもですね、まず確認することができます。でそして次にですね、この左側の英語、これ画面上で修正できますので、伝わっていないところをですね、修正してもう一度聞いてみたりですね、直したものを音読してスピーキングの練習をするということもできます。この練習を繰り返すことによって、自分の持っている情報とか思いをですね、しっかりと自分の言葉で英語で相手に伝えるというより実践的なですね、使える英語力どんどん身についていくと思いますので、皆さんもぜひ Google 自動翻訳を活用してこの練習、アウトプットの練習やってみてください。では、左側の英語をですね、修正して、私の意見、そして情報としてまとめておきたいと思います。こんな感じでですね、左側の英語を修正してみました。参考にしたいなと思う方はですね、動画一時停止ボタンを押して、ゆっくり確認してですね、参考にしていただければなと思います。それでは一度、このですね、修正版も聞いておきましょう。Let's check my revised speech. First, the news was about related to the Ukrainian war. Even though Ukraine is doing a counter-offensive against Russian invasion, but according to this news,Ukrainian military is now facing fierce Russian resistance,
and the report revealed that the United States is about to provide controversial ammunition to Kyiv, Ukraine. And these are cluster ammunition, which is being banned usage in many countries. So I'm feeling that whether it is right or wrong to provide this kind of ammunition, cluster ammunition to Ukraine from United States. But the one thing I hope is to end this war, Russia invasion to Ukraine, to be ended as soon as possible, immediately. That is for sure. No doubt about it. Second news is about journalists embedded in frontline of Ukrainian war. I feel that that is a very dangerous job, journalist embedded in frontline. Sometimes journalist was killed at their duty. And the last news, third news was about drugs to increase muscles is being sold illegally in the UK. This findings made by BBC's own investigation. Muscle building drugs. I'm not interested in this kind of drugs. But some people is very keen to train their muscles to extremely big muscles tough. I'm not interested in that. These information I got from this BBC latest news. All viewers, what is your opinion and what is your take and information you got from this news? Let's express your thoughts and ideas and information you got by your own English. Let's practice speaking in English.こんな感じでですね、修正しました。ここはタグではなくて、ゾウですね。だけれども、このゾウですね。こんな感じでですね、修正することもできますね。修正版をこうやって聞いてみる。そしてですね、この修正版をもう一度音読することによって、スピーキングの練習にもなりますので、この Google 自動翻訳を使うことによって、非常に実践的な英語力、どんどん鍛えていくことができると思います。ではですね、この左側のこの原稿を音読したいと思いますので、視聴者の皆さんもぜひ一緒にですね、楽しく音読やってみましょう。スピーキング練習ですね。では行きましょう。First, the news was about related to the Ukrainian war, even though Ukraine is doing a counter-offensive against Russian invasion. But according to this news, Ukrainian military is now facing fierce Russian resistance. And the report revealed that the United States is about to provide controversial ammunition to Kyiv, Ukraine. And these are cluster ammunition, which is being banned usage in many countries.So I'm fearing that whether it is right or wrong to provide this kind of ammunition, cluster ammunition to Ukraine from United States. But one thing is, I hope, is to end this war, Russian invasion to Ukraine, to be ended as soon as possible, immediately. That is for sure. No doubt about it. ですね。では次、行ってみましょう。二つ目のニュースについてですね。Second news is about journalists embedded in front line of Ukrainian war. I feel that is a very dangerous job, journalists embedded in front line. Sometimes journalists was killed at their duty. ですね。では3つ目いってみましょう。And the last news, sad news was about drugs to increase muscles is being sold illegally in the UK. This finding is made by BBC's own investigation.Muscle building drugs. I'm not interested in this kind of drugs, but some people is very keen to train their muscles to extremely big muscles, so I'm not interested in that. で、最後ですね。This information I got from this BBC latest news. All viewers, what is your opinion and what is your take and information you got from this news? Let's express your thoughts and ideas and information you got by your own English. Let's practice speaking in English.という感じでまとめてみました。ぜひ皆さんもですね、Google 自動翻訳を活用して英語でアウトプットする練習ですね。スピーチして自分の意見や情報を発信する練習、どんどん家にいながら独学でいつでも好きな時にできますのでやっていきましょう。いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習、 BBC 最新1分ニュースを使って私たちの英語力、情報を英語で取りながら情報力アップしてみました。世界ではですね、今日もこの瞬間にもたくさんいろんなことが起こっているということで、英語力をつければですね、英語で日本では報道されないようなニュースや情報も得ることができますので、英語ができるようになると自分の世界ですね、より広がっていくと思います。引き続き一緒に英語力、情報力アップしていきましょう。 Thank you so much for watching my video till the end. I hope you enjoyed this video andWe could learn a lot of things from this BBC news, such as new English vocabularies and expressions, as well as information happening around the world.
If you think my videos is good to learn English, please subscribe it and please share it with your friends who is learning English. Let's improve our English skills together step by step. Again, thank you so much for watching my video till the end. Have a good day and goodbye.